皆様のおもてなしですか。おもてなしというのはとっても歓迎よりさらにですね、深いお気持ちがあるんですよね。まず楽しむことですよね。調理今日はありがとうございます。いえいえ、どうも今日は本当にお忙しい中もですね、おいでいただきまして恐縮でございます。まあ、いよいよあと9試合ということで、残り少なくなってまいりまして、選手、ファン、サポーター一同ですね、力が一段と入るところで、まず楽しむことですよね。はい、勝利勝ってまず楽しむ、よそのサポーターもよくいっぱい来てくれて嬉しいですね。嬉しい本当に私たちが人気いただきますね。結構アンケートなんか取るんですよね。おもてなしの、そうですね、そしてやっぱりもうその感謝の言葉がたくさんあってですね、特に例えば、普通試合だったらなんかサッカーだったらバチバチするような感じなんだけど、長崎スタッフは違うよね、みたいな、本当温かいチームで J1 ではナンバーワンじゃないですか、そういうのはっていうような投資をもらったりとかしてますね。実は私もですね、いくつかのクラブを、回ってきまして、いろいろ経験してきたんですけども、そうですね、最初の頃はアウェーの皆様を歓迎するという空気もそんなになくて、アウェーは敵だというような構図が、当時主流を占めていたんですよね。で、皆様のおもてなしですか。おもてなしというのはとっても歓迎よりさらにですね、深いお気持ちがあるんですよね。特に皆様の場所を見ている3箇所見させていただくと、お茶を歩いてくる皆さんにお茶をどうぞ、喉かいたら甘いお菓子と一緒にどうぞということ、それから長崎の名物、あるいは地毛もんですか、はい、こういったものをよりすぐって、お客様に食べてもらって、地酒で飲んでいただいて、そこはすごいなと思ったんですね。で、これはおもてなしだなと本当に思いました。ただそれだけじゃないんですね。もっと深いということに気がつきましてね、そのおもてなしをしながら皆さんとコミュニケーションをされている、会話をされている、いろんなお話をして、どっから来たの、何、今日どこへ泊まんの、おいしいもあるよとか、いろんな会話をされている。やはり長崎にとって一番大事なのって人の交流ですよね。長崎にいっぱい人が来ていただくっていうことが一番大事、県下を挙げてそういうふうになってるんですけども、その人口交流にただ来て観光しておいしいもの食べて帰っていくということに加えて、心の交流みたいなものをですね、作っていただいたと思っておりまして。実際そうですよね。夜も一緒に飲んで、で翌日もし泊まって時間があれば、伊佐屋観光、僕なんかよく車に乗っけて、わあ、フルーツ村はもちろん僕の出身の小長井ですから、はい、そういうしてたらまたその人たちと仲良くなって、相手サポーターのアウェー戦に行くとその人たちへの接待をまたしてくれるんですよ。観光案内とかもしてくれるし、ね、素晴らしいですよ。でも結衣さんね、それが多分3人ともいろんなことを考えてやったんじゃないんですよ。なるほど。Vロードを歩いてくださるお客様がもう嬉しくて、もう通ってくださることが、でじゃあおもてなしを私たちにできることをしようと思って、それぞれの思いで始めたことがこういう形になってきたのかなと。だから本当に、だから私たちもおもてなしをすることによって、相手の方からのいろんな言葉をいただいて、またじゃあ次こうしようかみたいな。そして今はすごくね、アウェイの方がもうちゃんとそれ情報分かってて、もう
ここに来るためにもうわざわざあの車止めて、通りましたとか言って団体で皆さんも来ていただくの、それがまたね、私たち嬉しくて、前回も来た時に楽しかったからまた友達で来ました、なんかお土産まで持ってきてね、そう、はい、そう、まあ諫早のいろんな方がその私たちのおもてなしに使ってくださいって言って、はい、あのいろんなお菓子とかいろんなもの、ケーキとかをね、作ったものとかもあのご提供いただくこともあるので、みんながね、そうそう、みんなが一緒に応援しているっていうね、そういうのが広がってますね。あとホーム5試合ということで、なんかおもてなしの方でなんか企画とか考えていらっしゃることありますか？まあ、例年だと最後の試合は相手サポーも入れて、うちの駐車場 でパーッと明かりを照らしてバーベキュー大会をするんです。お、まあ、そういう意味では本当に来シーズン J1、トップステージで、トップステージの皆様とどんどん交流をして、心をですね、豊かに温かく楽しい交流したいですよね。そうですね、選手の人とか監督の人だけではなくて、サポーターとかみんな携わっている人プラスアルファ、これはもう絶対 J1 に行くんだという、そういう熱い思いで、やっぱりそういうあの風を吹かせ、吹くとか波を起こすっていうことがやっぱり次のステップにつながっていく、こういうことがやっぱりもうみんなで一つになるって先ほどおっしゃってましたけど、みんなで一つになる、そういった動きを始めないといけないという、今とっても大切な時だと思ってるんです。電話が上がった時のあの気持ちが、もう一回13連勝入れてやった時の思いは、もうあと9試合ですけど、もう全部勝つつもりで、あの前半の行った時の思いをまた頭の中にしっかりありますので、もう一回、自分の心をまた、タイムを変えて、もう一回終わりのようになろうかなと思っています。やっぱりみんなが、やっぱりあのサポーターも、僕たちにそのおもてなし隊も、もちろん選手たちも、周りの人たちが一つ心一つになって応援していけば J1 ということになったらいいですね。必ず J1 に行くぞ。はい。